俳優の松坂桃李と方根京子が28日東京ミッドタウン日比谷で行われた第37回東京国際映画祭 TIFF のレッドカーペットに登場した。ガラセレクション部門に出品された雪の花ともにやりてえに出演する方根は華やかな着物姿で登場した。ステージに上がる階段では松坂がさっと手を差し出しエスコート。笑顔で感謝を伝える方根に松坂も優しく微笑み返していた。